こんにちは、茂木和也です。今回も茂木和也のお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。いつも通りペングに来ているご質問にお答えしていきます。ではいきます。こんばんは。いつも YouTube の動画を楽しく拝見させてもらっています。浴室について一つお聞きしたいのですが、茂木和也さんは入浴後カビが生えないようにしている工夫は特別何かされていますか？よくネットで見ると換気をしてお風呂全体を拭き上げることによってカビなどが生えないと聞くのですが、どうしても面倒くさくて拭き上げを怠ってしまいます。何か良いアドバイスがあれば教えてください。 1,2 ヶ月に数回は防カビクエン剤は使用していますというご質問ですね。今年は暖冬なのでもうすでにカビに悩まされているという方も多いような気もしますけれども、皆さんはいかがでしょうか。ご質問者はこの防カビということでのご質問ですけれども、我が家ではそれほどやってないんですよ、正直。なぜかというと、こういった仕事をしてますので、むしろカビに出てきてもらいたいんですよね。でカビが出てきたらそこでいろんな洗剤を試して比較とかしたいですし、茂木和也シリーズにもカビ取り剤がありますので、どの程度効くのか、もしくはより良い使い方を研究して皆さんにお知らせしたいなというのがありまして、家族の協力を得て、全体だとちょっと大変ですので、一部分だけこう生やしているような、飼っているような状態でもあるんですけれども、で、このご質問者もやってることなんですけれども、防カビクエン剤ですね、これ。ルックの防カビクエン剤。これは2ヶ月に1回程度使ってますね。しっかり天井から換気扇、上の換気扇からですね、塩素水で拭いて、しっかり拭いて、もう壁面もそうですよ。で拭いてから炊くんですけれども、でもですね、やっぱり時期によってはカビが出てくることはありますよ。ただやっぱり抑えられることは抑えられますけれども、完璧それで防御できるかというと、そうではないと思います。まさにご質問者が 1,2 ヶ月に数回使っててもカビにお困りの様子ですから、やっぱりそうなのかなというふうに思います。遅らせるということはできますけれどもね。結構でもですね、うっかり2ヶ月に一度やりたいと思ってても忘れることが多いんですよ。そういう時は4ヶ月に1回とかなっちゃったりするんですけれども、そうするとやっぱりカビ菌がまたこう繁殖しているような状態になりますから、またこう塩素で拭いてしっかり拭いてから炊くようにはしてます。一番いいのは忘れないようにするということなんですけどね。カビが生える条件っていうのは、気温、空気はもちろんですね、空気はもちろんあるということは前提ですけれども、温度ですよね。温度、カビが繁殖しやすい温度、春、秋、真夏はですね、35度ぐらいになるとカビってあんまり出てこないんですよ、暑すぎると。だから、もちろん梅雨の時期は出やすいですけれども、あと秋とか、あとこれから春の時期結構出たりするんですよね。で、温度とあとはご飯と水ですよ、カビ繁殖する条件で。ご飯は皮脂汚れとか石鹸カスですよね。皮脂汚れ、石鹸カス、あとシャンプーとかボディーソープが残ったもの、これがカビのご飯となりますよね。で、水分なので、このご飯と水分のどちらかをこう削るとですね、なくすとカビは生きれないんですよ。だから一番いいのはやっぱりしっかり毎日掃除をすると、そして皮脂汚れ、石鹸カスをしっかり落とすということができれば、もうカビは繁殖しないということになりますね。一番いいのはそれなんですけども、あとはそのもう一方で水分の方を取ると。で、このご質問者の方が面倒に感じているという、水滴を全部拭くというのがそれになりますよね。バスタブから壁面、上の方はあんまりカビ出ないんで、上の方がカビがあんまり出ないっていうのは、やっぱ皮脂汚れとかシャンプーとかがこう飛び散らないからですよね。だからどうしても下の方にカビを生えやすいんですよ、ご飯たっぷりなんで。だから洗い場の下なんて一番繁殖しやすいんで、水もたっぷり溜まりやすいし、だからあそこが黒くなるわけなんですけども、だから全部拭くというやり方も確かにありますよね。で、拭くやり方に関しては黒カビだけじゃなくて水垢の防止にもなりますからね。水垢というのは水道水に含まれているミネラル分が水垢の原因ですから、それまで拭くということになると黒カビだけじゃなくて水垢の予防にもつながります。でも確かに面倒ですよね。それとしばらく前に NHK の番組で見た情報ですけれども、シャワーを一番熱くして、それをですね、こうカビが生えやすいところだから、だいたい腰より下ぐらい、あとはカウンター下とかですよね、そこにジャーっとかける。でもちろんあれですよ、お風呂を使った後ですよ、一番最後に。そうすることでカビを抑えれるという話を聞いたことがあります。だからもちろんそのシャワーの温度もありますよね。ボイラーとか温水器の設定であまり高く
温度の設定をしないっていう場合は効きが悪いかもしれないです。どうなんでしょうね。私も実際試したことないんですけども、50度ぐらい必要なような感じもしますよね。熱いやつをこうかけると、そういうやり方もあって、これでもしですね予防できるのであれば一番簡単じゃないですかね。まあ、あと、まあ、話戻りますけど、水滴を拭くというやり方は、まあ、一番いいのはもう大きめのマイクロファイバークロスとか、まあ、バスタオルで拭くというのもいいんでしょうけれども、まあ、ちょっと面倒に感じるのであればスクイージーやるじゃないですか、水切りワイパー、それでやるのもいいですよね。お風呂の手すりのところにでも S 字フックでかけて、まあ、すぐできるような状態にしておけば、まあ、そこそこ面倒くささはなくなりますよね。最後にちゃっちゃっと、まあ、全部じゃなくてもそのカビが生えやすいところだから、カウンター下だとうまくできないか、でもこう垂直だったり、まあ、平面でないとこの水切りワイパーできませんからね。水切りワイパーが一番いいのはむしろ水垢ですよね。鏡のジャッジャッとやってでかけておくと水垢予防には使えますよね。カビだと場所を制限されるかもしれないです。でもし水垢でも、まあ、平らなところあるんでそこで試したいっていうことであれば結構安く買えますよね。ホームセンターで200円しないぐらいで買えます。で選ぶときは全部樹脂製の、後ろにですね穴が開いてあるやつ、 S 字フックでかけれる、金属製だと錆びますからね、まあ、そういった形で使ってみるのもいいと思います。はい、ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。